高湯温泉と、忍温泉を湯巡りした後は、道の駅土湯で、晩飯を食べて、車中泊します。翌朝は、土湯温泉の、今はなき、公衆浴場、中の湯に、行きます。セブンイレブンで、晩飯などを、仕入れてきました。道の駅土湯、土湯ロードパーク。道の駅土湯から土湯温泉へ車で約9分。コロナ禍以前、数年前の貴重な土湯温泉の映像です。これから行く昭和の公衆浴場、中の湯は、令和2年、現在には存在しません。間もなく以前の公衆浴場、中の湯です。公衆浴場、中の湯、これは、貴重な映像です。現在は、素晴らしく立派な公衆浴場になりました。貴重映像です。あの日にタイムスリップ、ここに見覚えのあるあなたは、懐かしんでください。当時は、入浴料、大人200円、子供、100円、定休日、毎週火曜日。午前7時から午後8時まで営業していました。今はなき公衆浴場中の湯へ。アプリで有名だった中の湯、45度以上もあるので加水して入浴。シンプルで無駄のない湯船、これぞ、公衆浴場であって、共同浴場でもある。素晴らしい温泉に大満足しました。他の季節にも訪れたい温泉です。I was very satisfied with the wonderful hot spring. This is a hot spring that you want to visit in other seasons. の公衆浴場の横に可愛い猫が。
七里温泉街を流れる荒川。今回は、サルとの出会いもあるよ。湯巡りは、日本一島を守る会、松川温泉、吉倉屋旅館。島、吉倉旅館の後は、秘湯、旅館、二階堂へ、秘湯巡りですね。Thank you for watching until the end.